今日は軽キャンパーチョイキャンダイハツ大人のチョイキャンの寝るだけキットをご紹介します。インターネットもしくは販売店で寝るだけキットをご購入いただきますと、このように段ボールが4つ届きます。助手席側、こちらが運転席側です。ネジ類がここにまとまっています。運転席側の箱に入ってます。基本的には手でくるくるっとこうねじって回すネジなんですけれど、これが基本です。くる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 ってね、側面に使うネジがこちらです。左右とも4本ずつネジを使っていきます。ドライバーが必要です。それでは組み立てをしていきます。最初に助手席側の、後ろのベッドマットの下の箱を設置していきます。続きまして、この箱の前の箱を設置します。スライドドアが開いたときにより美しく見えるようにこの位置につけていきます。ドライバーを使います。4箇所、ネジでねじ込んでいきます。少し時間かかりますけれど、これで左の上の角が止まりました。2箇所目、こちらを止めていきます。で、2箇所目が止まりました。3箇所目が少し奥になってますので、こちらからねじ込んでいきます。はい、4つとも止まりました。これによって外から見た時に、スライドドアが開いた時により綺麗に見えます。それでは続きまして、運転席側の設置をいたします。後方からつけていきます。左右の箱を止めていきます。前と後ろに2箇所ございます。左右が止まりました。運転席の前方の箱です。
ただくだけです。こうですね、このように拭きます。後方の箱、そして助手席側の箱に先ほどのネジをつけていきます。それではまず前後を取り付けていきます。続きまして左右を取り付けていきます。2箇所ずつございます。そして左右を取り付けます。前方も取り付けます。お車のこの位置に内張りがない場合、隙間を塞ぐものがついてきますので、これを取り付けていきます。3つ穴がございますので、1個ずつねじ込んでいきます。箱のちょうどこの角の部分に板を当てます。そしてねじ込んでいきます。そして箱を戻しまして、このスペーサーを取り付けます。そしてベッドマットを後方から、このベロが内側になるように置いてください。それでは助手席の真ん中のマットです。そして助手席の前方のマットを置きます。枕を組み立てます。 L の字をこの位置につけてください。片側だけの、ネジがございますので、これをつけていきます。そしてフロントのシートを一番前にしておきます。この隙間にこの板が降りるようにします。こうすることで枕の設置が完了です。運転席側の後方のマットです。内側にこのベロが来るように置いてください。そして運転席側の真ん中のマットです。こちらもベロが内側になるように置いてください。そして最後に運転席側の一番頭の部分のマットを置きます。一番上まで上げて下ろしていただいて、お好きな位置に止めていただき、そしてマットを置いてください。枕の
板をつけていきます。向きはこの向きです。2箇所くるくるっとネジで止めていきます。くるくるくるっと、そして助手席側と同じように運転席のレールの上に置